マウルタッシェは、ドイツシュバーベン地方の郷土料理。マウルブロン対比タッシェの略。シュバーベン式マウルタッシェは2009年10月22日、EU の原産地名称保護制度によって、地域の特産物として、バーデンビュルテンベルク州に固有の文化遺産に認定された。本物のマウルタッシェと称するには、歴史的な地名である、シュバーベン地方で作ったもののみと決め、 料理としての統一性の保護に努めている。なお、当該の地理的地域は、現在のドイツのバーデンビュルテンベルク州並びに、バイエルン州に分布する。パスタ生地の中に、ひき肉、燻製肉、ほうれん草、パン粉玉ねぎを練って詰め、パセリやナツメグ、黒胡椒で風味を整えてある。ダンプリングの一種であり、イタリア料理のラビオリに似ているが、 一辺が8センチメートルから1 2トルとより大きい。通常、四角または長方形に切り分け、数と分として二つまたは四つが供される。シュバーベンには、正金曜日にこれを食べる伝統がある。現地での言い伝えによると、四純節の期間に肉を食べないという宗教的な背景がありながら、どうしても、 肉を食べたい人がパスタ生地に包めば神様に見つからないだろうという発想からマウルタッシェを作ったという。市純説の料理として定着したシュワーベン地方では聖、木曜日と聖金曜日を記念して食卓に登る。カトリック教とほかキリスト教の信者はこの時期の肉食を今められており、その規律を破る料理がどうして始まったか。 笑い話のような起源には、首都会の旧マウルブロン修道院の修道像が関わったという。シュバーベン地方の方言でこの料理の俗称を神を騙す。小さいもの、ハーガートスベスケサールという。料理書に初めて現れるのは1794年で、複数のレシピが見られるが、いずれも甘いデザートであって、肉詰め料理ではない。ドイツ語のマウルターシャンは、 複合語であり、その意味には、主に三つの説がある。第一に、動物の口を意味する、名詞モールと袋を刺すターシャの組み合わせとする説では、刺激動物の口元に固定する、餌袋のこと、おそらくは見た目からの発想である。第二の説では、個語から引いた意味、方に、平手打ちを食らわす、を受けるモルタトセンもしくはモルタチェンであるとする。もしそれが正しければ、 腫れ上がった方と料理の見た目を比べたものと考えられる。最後の説では前日の修道院に言及し、その袋マウルブロン達ンであるとしている。二通りの調理法が伝わる。またひき肉の代わりにベーコンを用意するレシピもある。アメリカのウィスコンシン州南西部に暮らすドイツ系の家庭には肉詰め料理を輪切りにしたような同名のデザートのレシピがある。材料には小麦粉と 卵、リンゴとシナモンを使う。ありがとうございます。